しげちゃんもありがとうハッピーバースデーのケーキありがとうえっそんなめっちゃ寒くてモコモコのパジャマも着てた着替えてモコモコの着てるだからなんかダサくないこれ見えてるのめっちゃダサいんだよね下の方がこんばんはありがとう結構あったかい感じではあるねほんとにこんばんは こんばんは。ありがとうございます今日もね。電気、ありがとうございます。って言いすね。<laughs> こんばんは。え、そう、ダサいんだけど、おでちゃん。う <laughs>、ね、ん、うん、うん。ねえ、当に。えー、ね、ヒートテックさ、そうなんです。ママもありがとう。練習はどういい感じ。ってか、とりあえず、 S、公演を忘れないようにちょっと毎日やらんとかせっかく覚えたからいい感じに仕上げなかももめのさんとクコちゃんがゲガゲワいいえうれしいそうそうなんですよあの今日24時50分だったっけ花はトゥル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 トゥン

ぜひ見れる地域の人は見てください。リアタイス料お願いします。結構遅めなんですけど。サンタクコちゃん、サンタクコちゃんとサンタアミちゃんとサンタオーちゃんがクリスマスダービーをしております。そう。お返し気いいかんぜん TV ということで。チェックお願いします。ね、ロキポ、なんかロキポが、なんだっけ。なんか遅いみたいな。 遅いみたいな情報は得たファンの人から <laughs> そうサンタココじゃ見れるのでし,嬉しいえうれしいでもサンタって言ってもちょっとかわ可愛くないそう可いい系のサンタじゃんガチサンタコスプレガチガチカサンタコスプレ <laughs> えなんかもう本当に本物のサンタって感じ何て言うんだろうなんか例えばさあのー、あ待ってロキポの配信は 後日になるんだ、えー悲しいね、なんか「あサンタありがとう」<laughs>「例えば生写真よってなると可愛いんですよ「ふわふわ」みたいなそうこの間のやつとかもこういう可愛いふわふわ」みたいなやつじゃなくて本物だよ本物「<laughs> 本物」って感じテーマは「本物のサンタさんです」 長ズボンのそうモバメでも送ったんですけどそうガチ <laughs> 本物 <laughs> そうだから皆さんチェックお願いしますありがとうシゲちゃんギフト結構楽しかったですねなんかはじ初めての初めてしたことが多かった <laughs> まあそりゃそうかって感じなんんかここちゃんにとっては 初めてみたいなことをしましたのでそうチェックお願いしますつい <laughs> ね遅いんですけど起きてれるよーって方は見てくださいそしてえー、後日見るよーって方はお願いしますえガチサンタのプレゼントかさいえガチサンタだよこれガチサンタでもプレゼントはお俺です俺 <laughs> トナ,カイトナカイねトナカイいたわトナカイいますよまあ見てくださいなのでなんかでも愛知県愛知県でしか見れなくない <laughs> ええ愛知県でしか見れないんですかねありがとうのるちゃんうおーって言うなココちゃんプレゼントはココちゃんうおうおーって言われた <laughs> こんばんは。クリスマスにココちゃんが来てくれますよね。ほんとだよな。え、岐阜県、俺見れる見れたっけなんか見れた気がする。なんか録画とかしたから。見れた気がする。見れるよね。もう忘れちゃったよ。最低。<laughs> ぜひ、録画しようね、録画。録画して、もうはや。こんばんは。 ありがとうございます東海産業見れるんだこんばんはこんばんはね休憩だけどあやばい通知のちゃった見れないえやばいじゃん俺のチェックしてみる見ると気がするここちゃんも見てくださいはい起きてやる頑張って起きてられるかな寝てる気がする寝ちゃうと思うでも頑張る 起きてられるかな寝てそうどうだろう岐阜は見れないよ。えぇ終わった。見えんかも。ごめんね。起きててさ、あれてか、チャンネルなく、あれ何番やっけえ、見れた気がする。僕のもちゃ見れた気がする。10やろ ?10。10。10。10。<laughs> 10ちゃん。え、10ちゃんやろ で、蜂が岐阜やろ違う <laughs> えそうなんか食感がキモいんだけどミヨンってしてて嫌そうです <laughs> 今日は食べるピザのシーズが嘘さっき泣いてたけどはい <laughs> 人によるんだね多分。 8は映らないええええなんかオレンジ多,多彩多彩だねこんばんはありがとうございますうんーごぞう口ビールに口内炎ってできたんだよなんでつらーいもう口ビールに口内炎みたいなのができました そ,うそしたらもう辛いのでも明日歯医者さんなの歯医者さん行ってくれましたビタミンとってえビタミンえビタミンってどうやって取るの何食べればいいんですか疲れてんのかななんかなんか初めてこんなところにできた <laughs> チョコラ BB サプリサプリかなうん ちょっと何取ればみかんあ、みかん食べた今日今日みかん食べたから明日治るかもしれない <laughs> そうねヘさあえ持ちで歯医者さんいたえ歯医者さんいたらさなんかもらえるのかな明日行ってみようかな辛いのさなんかそう昨,昨日昨日じゃない この間歯医者を完全に忘れててさそう予約変更してもらって急いでそれで明日のだから明日の歯医者はもう絶対に絶対に絶対に忘れてはいけないいつもだったらね普通カレンダーにメモするんだけど忘れててさんほんと最低なことした俺は出禁になるかもマジ最低だったからあレオッキーありがとうレオッキー元気大丈夫 そう予約したのにもう出禁になると思うおいらこんなのえ <laughs> 完全に忘れててそううん最悪えそう忙しすぎて普通にそうああ生きた心地して俺も俺もだよやばい <laughs> えっ歯、はい、医者さんは 電話かかってきてもうめっちゃ謝ってもうめちゃめちゃ謝ってなんか別にまあ全然 OK ーみたいな感じだったんだけどマジ申し訳なさすぎて <laughs> できんかもやばいマジ怖い明日ドキドキしながら歯医者行ってくる結果報告するねじゃん <laughs> そうそうなんですよじゃあさそんな軽いノリえマジ軽かったあ全然いいっすよみたいな なんか俺のことあんま,ま歓迎してなかったみたいねむしわじゃないおいらちゃんと1ヶ月に1回クリーニング行ってんの歯をきれいにお掃除してもらってんの <laughs> そうだよ OK ってあんな感じだったのに出きになってたら本当にもうおいら新しいね新しい歯医者探します <laughs> そうメンテナンスかメンテナンスに いきますえマジで偉いでしょうなんか行かないと怒られるから <laughs> なんかね歯磨きもなんかね上手にねできるとね褒めてくれるなんかちっちゃい頃から行ってるのねもう何年も行ってるからいまだに「ここなちゃんどうぞー」ってここなちゃん呼びなんだよねなんかもう21歳ですよ今年なのにだからなのにさ ココナちゃんってどうぞーやばくないもうなんかこの間も「え何歳になったの?」みたいな聞かれて「えそうもう二十歳ですよ」って言ったら「えー、みたいななんか多分子供だと思われててずっと「ココナちゃん」って言われる <laughs> え「こんな仲いいのにさで気になったらもうやばいよココナちゃんだよ <laughs> そうめっちゃ子供扱いされるのどうしたらいいんですか。ガムとかもらえもらえないよ <laughs> え。えでもなんかなんかでなんかそのあの最後になんか味なんか薬塗るんですよ。なんかなんか薬なんか薬塗るの最後になんかでその味を選ばせてくれるのなんかねベ <laughs> ドウとか。 バニラとかチョコとかいちごブドウめっちゃ味あるのだから私それがねめっちゃね楽しみなの毎日の弱 <laughs> くない味のあるやつさもう選ばせてくれるんだけど <laughs> これやばいよね <laughs> やばいまあいいんだけど嬉しいめちゃうーんチョコとか言って <laughs> 今日はいちごとか言ってやってますはい だからめっちゃ楽しみ明日は何味にしようかなって考えながら言ってる <laughs> ね本当に子供だと思われてるちっちゃい頃から言ってるから多分子供なんだと思う <laughs> 今日は何味って決めてくるね明日もいちごのイメージいちごとかはえ結構おいらいろんなの試してるんだけどまあいちごえなんかねバニラはね なんかね違った想像と違ったなんかもっと美味しいかと思った <laughs> そう子供歯磨き歯ブラシ歯ブラシもなんか子供の用のでなんか鏡を見せられながら <laughs> 鏡見ながら <laughs> なんか <laughs> 鏡でんこんな感じで磨いてくださいみたいなやってますよいつも頑張ってるそう <laughs> 私頑張ってきます明日。 また報告するね今日は何味でしたってやばくないマジで二十歳なのにさマジ鏡見ながら歯磨き講座させられてるから <laughs> だからめっちゃ今いい感じだから俺歯歯もね歯ぐき歯ぐき強いと思うだから <laughs> めっちゃ強い歯ぐきだと思う歯もめっちゃいいし歯ぐきも強いって感じではい頑張ってきます <laughs> そうお誕生日おめでとうめっちゃ来るけどまなんですけどもうあと20日後には21歳やばくないですか頑張るねねえあ確かにマスカット味それはぶどうや <laughs> もうさマスカットを食べたい今日マスカット食べてないの。 シクシクって感じっえっ早い15分52日イェイ連続配信今日もありがとうイェイね元気になったら真っ先にマスカット食べたい早く元気になっありがとうございます <laughs> 何タンプレ100マスカットやめて怖い怖い怖い <laughs> ありがとう 52日いいあちょっと久しぶりに配信来たありがとう私がさ配信短いからじゃないねセシェインマスカットは幸せだよ <laughs> こんばんはやばいね誕生日だから27日のえっ、ー、と真夜中真夜中 <laughs> 27日の夜から28日にかけて配信したいね やばいねマスカット食べちゃうかな。なんかケーキ、俺クリスマスにケーキを食べるんですよ。もう注文してもらったんですね。だから、もうケーキは多分食べ飽きちゃってんの。マスカットえ、マスカットがいいのマスカットをひたすら食べますかやっぱ二十年日は。二 <laughs> 十。仕事お休みわマスカットパーティー。マスカットで用意しよう。 マスカットマスカット,マスカットにロうソク危なくないえ刺せるのかねおよしの二十えやばっ27から28にかけては金曜日の夜から土曜日にかけてだよみんなこれどうみんなちょっと都合いいんじゃない夜更かしできる日じゃないどうよどうなんよ <laughs> 確かに21マスカット食べ配信だよ やばいやばいめっちゃあり <laughs> みんなで、ね、マスカット二十一個食べるどうですかね年の数だけマスカット年数マスカットやばくない <laughs> やばいじゃマスカット売り切れだったとそれまで売っててください <laughs> えみんなはいつから休みなんですかもうさお正月にかけてさ何日から休むの フフフフ <laughs> 27?28 からお正月休み朝まで配信さすがに寝るねうんあの多分ね全然めちゃめちゃ忙しいのよこの辺って俺ら毎年 <laughs> えー、28からなのあ28俺のお誕生日からじゃんみんなってことはさもう27がえ28まで行くの27まで

おさめかもしれないんですけど、おいらさんは一日ももう働いちゃうよ。よ <laughs> 元旦元旦元,元,元日で今日はお休み。えなんでそんな少ないの？三十日まで仕事です。すみません。<laughs> 頑張って応援してるからおいら。はいと。ね本当に体調えなんかめっちゃ流行ってるみたいなインフルエンザとか。 この朝大事な時にさインフルエンザになったらどうしよう去年なったの俺去年インフルエンザになってもう本当に死ぬかと思ったやばかったおいら生きてるけどさ <laughs> めっちゃしんどかったからさもう今年なりたくない予防接種打ちに行こうかな <laughs> 予防接種打ちに行こうみんな <laughs> やばくない <laughs> こうちゃんの笑顔見れて安心え、ありがとうと思うね笑顔で頑張るよ笑顔で頑張るんからえ予防接種え行こうめっちゃ注射され,されたい気分だわ今 <laughs> どんな気分 <laughs> えワクチン打とうかなえどこえどこでも打てるのあれえ打とうかな マジでしんどかったの去年。本当に、本当に、本当にしん、もうね、寝れなかった。頭がね、ぐわんぐわんぐわんってしてね。めっちゃ寝れなくて、めっちゃしんどくて。ねえ、した方がいいよね。え、行ってこようかな。どこでも打てるのかな。えー、予約とかいうえ、ちょっとさ、ママとさ、相談してみる。みんなでうちに行こう。えへへへ。え、ほんと こなんか、なんかめっちゃうるさかったね。今 <laughs> 本当にさもうは流行る前流行ってんだよね。もう多分。でね、要相談ですね。予約して。しっかり。打ちます。怖い。ちょっと怖いけどね。<laughs> ってなってくるね。<laughs> え、なんかめっちゃビビりなんだけど。 あのー、打ちたい打ちたいんだけど怖いえそ怖いのを楽しんでる絶対それだ俺 <laughs> えめっちゃさ咳してるよねなんか「あーって聞こえるとってなる <laughs> なんかそマジでみんな気をつけてね本当に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 ,んにみんな気をつけてほしい元気でいてほしいからみんなには。 どれも違うでしょ正しょいじゃん怖いってなってるけど <laughs> 病院の先生ってさそんなの容赦なしに打ってくるからな <laughs> え痛いのいつ最後に打ったかな分かんない <laughs> でもねあとりあえず一番大事なのは本当手洗いうがいだと思うそう手を洗いましょうお外に行ったら 手を洗ってうがいをして元気にすごいそう本当にね本当に本当に大事だと思う <laughs> 鼻うがいって何鼻うがいって怖いえそう睡眠寝るのも大事だし食べ,食べて寝るでおいら今口内炎ができていますえこれ見えるなんかよくない ーって感じだけど何鼻うがいって怖い絶対痛いじゃん鼻のさだって鼻にさ水入った時とかさ信じられないさ痛みするもんえ何鼻うがいって何絶対痛いって鼻うがいえなんか怖い こここうやってやっっっってて、てちから出すってこと痛いよ絶対に私怖いよこれはちょっと注射の方がマシだと思うえ痛そうえそうなんだ痛くないようになってるのすごな何でプロイじゃんみんなえなんでやったことあんのよ <laughs> その映がびっくりなんだけどへえ へえー、そうなんだただの水じゃないんだただの水だから痛いのかへえー、みんな詳しいやってんだ大人だね大人私まだ鼻うがいはちょっとまだねチャレンジできない怖いでも本当につらかったらやるわ <laughs> そうなんだ花粉症おいら花粉症あんまならんなねおいらもしたことない怖くてできないよね <laughs> ね分かったちゃんともしやるときは鼻うがい用のを買うねめちゃくちゃみんな高評価じゃん鼻うがいめちゃ怖いんだけどめちゃめちゃ高評だけどめちゃめちゃ怖いんだけど <laughs> 頑張ってみるじゃん鼻水とか辛い時おいらちゃんは本当に頑張頑張るねやばい本当に。 <laughs> 2月末までは体調を崩せない予定なのでそうだよちょっとおうちゃん推し,しはもうあの体調不良許されないよ本当に <laughs> だからえ私こそ本当にそうなの本当に許されないえ私本当におうちゃんを見送らないといけないからしっかりだからもう体調不良とか許されないあ <laughs> 本当に元気でいたいよもう本当にそうだよね みんなそうだよね結構ねうちの配信はおうちゃん推しが見に来てくれるんですけどなんかみんなさ結構さなんかつらいつらい気持ちですよね<ー>頑張ろうおいら結構ねつらいよおまわねこれからもうずっとねえそうだよねマキコさんももう今月

頑張って覚えたからにはちょっとほんとに出たいんでねえ寂しいよねにおいらおいらえ毎回今んとこ時間がない公演全部泣いてるんよ泣いて終わってるんよ <laughs> ねえあの時間がないちょっとそろそろ笑顔で時間がないしたいなって思ってる <laughs> やばくない3回出て全部泣いてるんだけどポロポロえそうなのヤバいよねえこれは本当に大事件もう大事件だよこれ <laughs> そうまず1回目はルカさんの卒業公に出たんですねポボロボロ,ポロ僕らつなぐもんボロボロえ、おしりんはそうおしりんはおしりんの時もボロボロ泣いて そして昨日はあやでまだ泣いてでもさすがにあのシャフル公演は多分笑顔で終われると思う <laughs> そうだよね私アンダーアンダー全て号泣で終わってるから <laughs> そんなことさなかなかないよね本当にすごい2月までの目標なんかないおーいいねそれおいらもやろうかな一緒に 涙要因やめて <laughs> ねもう本ほんとに毎日泣いてる最近ですけどなんかだからなんか不細工だしこう悩んな縁できるしそうでもねしょうがないのうん映像「僕らをさつなぐもの」ってめっちゃいい歌だからほんとだよ号泣キャラだよ号泣キャラ <laughs> それははなちゃんそれははなちゃん俺は え、オイラマジ泣かない子だったの本当になかなか泣かない子だったのにもう最近ずっと泣いてるそうもうマジ泣かない泣かない子になる決めた <laughs> え毎日配信続けてくれてありがとうありがとうこちらこそね同じ岐阜の花ちゃんは最近ちょっと仲良しでも えそくるみんとかもう仲良くなったえなんかそうもう嬉しいよいらもう後輩ちゃんたちと仲良くなれてる気がするから <laughs> そうだからもう最近はちょっと大人お姉さんここお姉さんここちゃんしてるからって感じ <laughs> えもうそうだよもう私もうもう おうちゃんが卒業しちゃったらマジでちょっと甘えれる先輩いないんよほんとにもうだから強くなっていかなきゃいけないの俺は今からほうほんとにつらいほんとにつらいんだけどそうもう私そうそうなのほのちゃんは違うお友達ほのちゃんは違うなんか違うほのちゃんはね違うお友達なの俺の <laughs> なんか先輩っていうかもうお友達すぎるなんか違うのおうちゃんはマジでおいらは本当にもう先輩って見てるんだけどほのちゃんは違うの <laughs> ほのちゃんは違うお友達マブダチそうなんか甘えないほのちゃんにはなんか甘えない気がするそうおうちゃん強くなってるよ 優香たんはなんかまだ甘えれるほどそうもっとだから仲良くならなきゃいけない甘えれない <laughs> そう <laughs> でもうん佑歌たんも最近あのなんだっけ公演の時の楽屋隣なんですよいつもなんか定位置があって優 <laughs> 香たんと隣だからめっちゃ喋ったりする だからちょっとね、仲良くなれてる気がする。<laughs> そう。そうなんですよ。隣なの。私たち、実は、楽屋隣です、いつも。<laughs> ゆうかたんと隣。そうだよ。これ。どんな話してるのか気になる。え、一緒にマスカット食べたよ、こいだ <laughs> 一緒にマスカットを食べました。でも、ゆうかたんは、かえにゃんの方が仲いいんですよ。私よりかえにゃんの方が。 好きなんですよだから私よりカイニャンがいいんですよマスカット食べるマスカット食べるだけもうまだ今のとこカイニャンのが好きなんです <laughs> そうだよマスカット仲間そう食べてたにゃんこにゃんこにゃんこだよねにゃんこ <laughs> ちょっと今のとこまだマスカット食べるだけかも ですけどえでも可愛いのなんかいつもねなんか変なねなんかなんていうのあダジャレダジャレ変なダジャレみたいなの言ってる <laughs> それが超可愛いい聞いてんの隣で今日も行ってますねって <laughs> そうお話はするよダジャレダジャレ聞いたりしてる親父ギャグ <laughs> えそう可愛いのそれをね隣で聞いてる俺は。 え、そうあでもあブ V 君ん優香ちゃんの飼ってる V イ君の写真を見せてもらったりするの <laughs> あ確かに犬の話するめっちゃえココッキーココッキーやめて <laughs> え、ココッキーはココッキーっていうのはなんかナッキーさんと私の,あのチーム名チーム名 <laughs> あのねこの間ユースコールしてちょっとお礼かと思ったえそうですよねなんか似てるねそう似てるねマジで <laughs> そうなのここッきーそうこの間ユースコールを一緒にしてからちょっと仲が深まって「ここッきーですね」ってなった <laughs> おかしいおかしいよね えなかったマスカットえなんかでもマスカットもね期間限定でねなんかなくなってきてる気がするみんながか買いすぎてうん <laughs> 見つけたラッキーってくらいそうえここかたんここかたんもうしたい <laughs> うみんなと違う扱う,うみんなと仲良くなるラは頑張るねじゃあそうえっうんもうチームいい なんかチーム E の人と仲を深めるんや俺はチュンって感じで頑張るね <laughs> だからちょっとまた仲良くなっているところをメールするということでそろそろ終わります <laughs> ごめんねちょっと短かったえでも今日30分ぐらいはできたかな全く見えない 全くえっ大好きだよねチーム E おいらも大好きみんなも大好きほんとにチーム E にでよかったねまたいろんなメンバーとのエピソードを作ってくる <laughs> 今来たね遅い遅いよ今日もありがとうね見てくれて嬉しい久しぶりにね30分こんな長くして嬉しいわねちょっとエピソード作ってくる <laughs> メールとかでも送りまーすビュはいということで <laughs> そうだよ配信見て元気出たえありがとういつもありがとうございますということでなんか顎がかゆい顎がかゆい顎かゆさんなので終わりたいと思います <laughs> ということでランキング読みますねランキング 13位、ソフィー、ありがとうイェーイ。<laughs> 12位が、たかか、ありがとうございます。11位が、たちまね、ありがとうございます。10位が、えり、ー、ちゃん、ありがとうそして9位が、ノらちゃん、ありがとうございます。いや、あごかゆさん、あごかゆさんすぎる。8位が、れおきー、れおきありがとうそして7位が、ポーニー、ポーニーもありがとうそして6位が、もっち。

かかゆいあかゆああごかゆさんということで <laughs> あ歯医者忘れないようにするえなんかなんか静かになったんだけど見えてもるよ大丈夫 ?OK ケー分ありがとう次みんなちょっとこれ隠さなきゃダサい隠します こかゆいポイントピース頑張るさんということで皆さん今日もありがとうございました頑張るかゆ <laughs> うということでみんなおやすみーまたねーまた明日明日も夜だと思います配信は明日夜です とということであそう未完全 TV お忘れなく見れる方はバイバーイ元気だからバイバーイ